ビュフェのカウンター。カフェ車両スタンド形式カウンターは、インテリアにおける横長の台の故障。仕切りの役割も担っており、サービスを行う側と受ける側が対面する形式になる。銀行、事務所の窓口を指すこともある。また、証券のレジカウンターや、空港のチェックインカウンター、ホテルのフロントなどを含む、サービスカウンターという語もある。バーの一種である。 カウンターバーにも用いられている。カウンターは高さがあることも多く、それに合わせた足の高い腰掛けには、止まり着という属称がある。西部劇などでは、グラスをカウンターの上で滑らせて客に渡す光景も見られる。近年は、形状から、このアザ酒場という細分類も出てきた。木製のカウンターには、趣きを出す一環として、桜の一枚板を用いるものなどもある。 立ち飲みの場合、シンプルなステンレス製のカウンターもある。カウンター席のすぐ内側が厨房になっている場合、出来立ての食事をそのまま受け取れるメリットがある。ボックス席や小上がり、お座敷、個室などを用意している店舗もある。この字のカウンター席の場合などは、椅子の位置を工夫して、客同士の視線が合わないようなレイアウトにしている。鉄板焼き屋や天ぷら屋などでは、 客への油まね防止から調理ゾーンの正面には垂直方向の透明な仕切りがあることがある。右利きの人と左利きの人が隣同士になることもあり得る。ラーメン店ではカウンター席がよく見られる。替え玉の注文も円滑に行える。客の食事用カウンターのすぐ前の一段高い位置に一旦店員が食器を乗せるための台も設置されていることがある。 カウンターキッチンという種類のキッチンが存在する。アイランドキッチン形式として1970年代にはすでに生まれていた。日本では1978年にクリナップからクリンレティの原型となったというカウンターキッチンが発売された。基本的に対面式となっており、テレビを見ながらや家族と会話したりお年寄りや小さい子供を見守りながらの料理やと 片付けが可能という長所も指摘されている。なお、逆に、キッチンカウンターというと、キッチンに置く、ある程度の高さがある小型テーブルを指すこともある。収納を兼ねたものもある。防犯上、垂直方向の透明な仕切りがある。金融機関もある。他にも、各種サービスカウンターなどがある。ありがとうございます。